覚醒ピカチュウさんのコースカービィの10秒スピードラン、こちらやっていきましょう。なんかドット絵がピンクのカービィじゃなくて黄色のカービィでしたね。あれって 2P 仕様じゃなかったっけな感じがしたんですけど、まあ行きましょう行きましょうっていうか、もう行ってますもうクリアした、やった一発じゃん、イエーイ、やったやった、ピース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 とか言って僕いつも声で出してますけど、本当に皆さんには見えてないところでマジでピースしてますからねということで、一発でいきました。覚醒ピカチュウさんありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。マッシュルーム DZ さんのコース、ゴーゴー、みんな楽しめるチョイムズスピードラン、60秒スピードランですね。はい、やっていきましょう。さあ、みんな楽しめるっていうぐらいですから、そんな難しくはないんじゃないかなっていうのを期待してるんですけども、大丈夫かな。うん、このままいっちゃいましょう。さあ、ここはスピン、そしてここはちょっと急いで、オッケーオッケーオッケー、いい感じ。さあ、ここもバネを使って、いいじゃないいいじゃない、いいじゃないいいじゃないいいじゃない、それでいいじゃないじゃないじゃないいいじゃない、それでいいじゃない。いやー、ポンキッキー懐かしいですね、歌って思いましたけど。あ、でも結構60秒って、あー60秒って結構長いんだ、忘れてたちょっと詰まっちゃったけど大丈夫かな。このまま行きたいところですが、あれだね、なんかドアに入ったりするんじゃなくて、もう1画面で最後まで行く感じかな。残り10秒、さあ大丈夫か、ギリギリ間に合うか。あ、ドア入った。さあ、ドア入ってゴールかな。まだまだまだ、アウチ、パウを投げればよかったじゃない。よし、ほぼ詰まらずに来たぞ。これ結構最短でいけるん、いけたんじゃないか。どうかな、ベストクリアタイム。うーわー、ベストクリアタイムかなと思ったんですけどね。まあ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 、でもほとんど変わらない、ベストクリアタイムと変わらない秒数出せたんでね、よかったです。はい、マッシュルーム DZ さんありがとうございました。30秒の洞窟スピードランということで、こちらやっていきましょう。なぜかね、んだけがねひらがなだったんだよね。そこがすごい気になったんで、ちょっとやってみます危ない、危な、ちょっと待って、オッケーオッケー、あ、ここちょっと難しいじゃん、ちょっと難しいじゃん。オッケー、このまま行こう、このまま行こう。よし、はいはいはい、よしよし、これでキノコ取って、あ、キノコ取って、キノコ取って、待って、残り15秒、大丈夫かな。ヒップドロップで OK。 え、あ、はい、もう一回行くの。あ、ここにフィードがある、これ入って、わあ、でももうちょいでゴールっぽいな。ダダ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 ダッといって、スピンスピン、 OK、 フィードは入って、この後すぐ、オッケー、うわ、大丈夫大丈夫、あれ、ちょっと待って、なんかなんかなんで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 、あ、いけたよかった、びっくりした。このブロックどうやって壊すんだろうって思っちゃった。そうだよね、 P が切れるのを待つしかなかったんだよね。いや、よかった、びっくりびっくり。まあまあまあ、クリアしました。はい、メタルベアツさんありがとうございました。緑の風が吹き抜ける、かけて待って飛んでスピードラン、こちらやっていきましょう。まずはパー、そして次もパー、ここを壁キックして、ここ上げ、待ってよ、よいしょ、こういうこと、こういうこと、オッケーオッケーオッケー、そういうことね。そんでそんで、ここ下行って、ここ、待って、どういうことどういうこと、こっち行けと、ファツ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 、待って、どこ行けんの、どこ行けんの、ほうほう、こっち行って、ここ、はい、下、てかめちゃくちゃ花いっぱいあるね、素敵な世界。オッケーオッケー、こういうことね。そっか、あんまタイムは気にしなくていいんだね。ちょっとちょっと待って待って、これ、ちょっとこれ慎重に行かないといけないじゃん、スピードランっていうか、全然スピードランできないスピードランだオッケー、落ち着いて、落ちていく、オッケー、ヒップドロップ、オッケー、さあ、ここ登って、でこっち行っちゃっていい、オッケー、いっぱい花がいっぱい、花がいっぱいってことは、そう、パックンもいっぱい、あ、危ない、よしよしよし、オッケー、そんでそんで、次はこっち行って、ヒップドロップ、ダダ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 ーンと、いいね、いいですね。おっとっとっと、ここにピンクコイン、あと1枚か、ピンクコイン。さあ、ここも壁キックで登って、ん、スピン、スピン、オッケー、うわわわ、重い重い重い、重い重い重いよ、このよ、重いを届け、うん、そう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 、そんな感じです。すげえ、イチャップ、気持ちいいね、うん。
さあここまで行ってドア入る。 OK。 さあここでピンクコイン5枚全部取った。さあドア入っちゃって、そんで1,2,3とジャンプゴール。素敵な世界、なんかおとぎ話の世界のスピードランみたいな感じですね。草とか花とかいっぱいで、いやーこういうスピードランもありですね。ありがとうございました。ヒーローさんのコース、今から出てくるノコノコの中から鍵を持っているやつ探してください。こちらやっていきましょう。はい、誰かが犯人なわけですね。さあ犯人探ししますよ。どいつだ、鍵を持ってるのはお前か、お前か。いや、このクリボンたちは悪くないね、クリボンたちは決して悪くない、悪くないが、さあお前らの中にいるんでしょう。さあお前らの中にいるんでしょう。いなかった、いなかったのか。待って待って待って、さあここにいないってことは、そうか、お前か、お前だな。違う、お前でもない。さあお前か、お前でもない。え、ちょっと待って待って待って、大体のノコノコ終わったんだが、ちょっと待って、中入れる、もしかして入れない。え、ちょっと待って待って待って、鍵を持っているやつを僕はまだ探せていない。なんと、ちょっと待って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 、お前か、お前だけちょっとねえ殺しそびれてる。いや違う、どこだどこだ、わかった、お前だな。ほっ、違うのか。え、ちょっと待って待って待って、全員探したんだけど、全員殺したんだけどいない。ちょっと待って待って待って、本当にいるのか。待って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 、犯人がいない、この中に犯人はいなかった。悪かった、疑って悪かった、俺が悪かったけどさ、ちょっと新たな犯人探しに向けてちょっとね、君たち協力してくれないか。いやもうこれはね、隠しブロックがあるとしか思えない、そうに違いない。違うか。え、え、待って待って、なんで、どうして。いやちょっと待って待って待って、鍵を持ってるやつがいたんだけども、なんで今まで鍵出てこなかったんだ。わー、ちょっと完全犯罪になるとこだったね。危ない危ない。いやもう完全に怪盗ルパンですよ今の、怪盗のこの子。いや危なかった、よかった、取り返せてよかった鍵を。いやー危なかったですね。ヒーローさんありがとうございました。マッサさんのコース、旗を取るな。こっちやっていきましょう。旗を取るなってことはこの中間に触るなってことだと思うんだけど、ちょっと待って、急にどうした、急にどうした、アクション性の高いゲームになったぞ、大丈夫か。上、待って、危ない、うわーい、ここ一発で行きたかったな。よし、ほっ、オッケー、来た来た来た。そんでそんでここ上行っちゃって大丈夫、これ真ん中、上上上、攻めよう上攻めよう、待ってまだ上攻めよう、オッケー、よしよしよし。そんでそんでそんで下行っちゃって真ん中行っちゃって、ここらへん、ここここここ、危ない危ないけど、ここどこどこどこ、オッケー、おお、やった。え、正解はここしかないってことはないか。うん、そんで旗を取るなよって言われたら取りたくなるじゃんね。取っちゃったよ。さあ取ったら、多分ねこれね、ゴールできなくなるんだよね、多分そういうことだと思う。旗取ってマリオが大きくなっちゃったから、そうだよね、絶対そうだよね、うわーそうだよね。そうだと思ったんだよね。さあ僕はどうしよう、どっかで当たって敵がいるってこともなさそうか。いやーこれ死ぬこともできない、もしかして、うっそん。あ、でもこっち行って土管入って、ここで、はい、さよならすればいいか。よし、これで中間入ってるからね、オッケー。まあ旗取っちゃいましたけど、クリアはできるよっていうことでいいかな。
さあこのまま行っちゃってくるーんくるーん、よしよしよし、 OK。 さあここでゴールかな、イエーイ。いやー、土管の先のあの砲台使った壁キックはなかなかアクション性があってすごい好きですよありがとうございました。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。少しでも楽しいなと思っていただけたらぜひチャンネル登録お願いいたします。コマタでした。次回のマリオメーカーの実況でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。